アの展開の中、バットマンの中ではこの人に代表してお立ち台に上がっていただきます、長岡秀樹選手です。長岡さん、ヤクルトは日曜日連敗脱出したんですけれども、それとタイムリーヒットが出てなかったんですよね。実はこの試合が始まるまでは57イニングタイムリーが出てなかった。久々長岡さんのクリーンヒットはタイムリーでした。毎試合今年も
愛が長いんだよ、ね、情報が多いいろいろ聞きたいんです。長いんだ。ゴースワローズ！チャンネル登録、高評価してね。